の先発注目の斉藤でした。去年は26打数3安打しか打たれたかったパレシという話を試合前にしていました。そうですか。三塁側今日は日本テレビの船越アナウンサー、一塁側岡田にレフト前のヒットが出まして、ワンアウト一塁二塁から、本当に地方球場ですし、まあ、オープン戦という感じでしたが、今日はやる前から気合が入りますと言ってましたがね。まあ、もうそう。これはライト方向ファール。ゾーンの攻め方はやっぱりうまいです。まあ、それだけコントロールミスが少ないんでしょうね。はい、あ、そうですか。なるほどね。で、8の5ですか。いやパリシュ自分の自信にもなると思うんですよね。ですこれからの実践が3球目です。タイガースの新外人パリッシュ